ラジオの方でもですね、あ,のあなたのモテ期教えてっていうね、メ,メッセージテーマでー募集したんだけど、はい、結構来て、もうぶっ飛んだモテる話、いっぱいみんな持ってるね、何人もにも告白一気にされたとか、うん、すごいあのこういうことへ、こういうことした後、とすぐこういうことしたとか。俺、あれ興奮しちゃった、あの幼稚園の女の,あの <laughs> バレンタインの日。うんうん ねえ、男の子と女の子4人、5人か。全員で4人。女の子自分を入れて4人で、女の子3人。小学校1年生の子。小学校1年生の子。チョコレート食べた後、お互いキスしなって。一人ずつチョコ食べた後にキスして、そのうちの一人がエッチごっこしようって、トイレに連れてって、上と下どっちがいいってって、上つったら、じゃあ舐めていいよっておっぱいおっぱい舐めたって。何その小一。 エッジごっこなんて言葉を絶対知らなかったからね俺は正直焦っ合せてるよそこはすごいよね上と下どっちなんてどういうことよすごくないそこまでしてるってうんねえうん下っていったらどこを舐めんのかねいやー足なわけないしさ「足かい!」って言うのかそしたら男がそんなおっさんみたいなこと言わないでしょ <laughs> すごいなと思って、ね、ちょっと興奮しちゃったそれうん,うん 今思うとさ、よくモテキいつとか言うと、日村さん、そのね、チョコもらっただとかさ、ク<あ>ラスでナンバーワイブに入ったとか言うけど、うん、それ以外にさ、あれ考えてみると、なんかモテたんだよな、ね、とか、なんかないあの、だから、弁天の話もね、あれもモテキなのかなと思ってるんだけど、そんなんじゃないやつ、もう話してないけど、単純にスタジオで、あの子が俺にこう言ってきたって。いいね、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 そういうのね、そういうやつち。ちょっと待って。 俺もなんかねえかなと思って。津、うん、田さんって本当にここ何年か、うん、モテ期で入ってないどう自分で感じないいや、確かにだから、こう、なんていうの、言われる機会は増えたり。だよね。でやっぱり、こういう仕事やってるから雑誌とかでそういうランキングみたいなので、うんうん、名前が出たりして分かりやすくそういうのあるけど、うん俺 ヒムさんすげえ、ここ何年かここ何年かかってすげえ言うけど。俺結構ずっとこんな感じだけどね。<laughs> <laughs> 自分の中ではそう、嫌な人だな。<laughs> <laughs> <laughs> なんだよ、それ。<laughs> いやいや。うん、そうねえ、うん。そうめんそうめん。<laughs> そうねえ。なんか俺もあったかなー。 てんなの感じ俺あのさ前さ「クラベルクラベル」やっててさあの女の子たちいったじゃん韓国のアイドルグループえっとえっとえっとええ GPS ばっかりできたのに LPGLPGLPG っていうグループ で最後さ番組も終わりで打ち上げでみんなでご飯食べててさ食べてた LPG はもう先にちょっと韓国行く帰んなきゃいけないからね出るなんてさってさみんなあの結構こう最後ハグしたりさ「いや悲しい」みたいななんかねちょっと片言になって可愛いんだよねあの感じがであんまりぶっちゃけ番組だけでさ接してたからさそんなにそういうプライベートなんて初めてだたもちろんわからない うんね、で最後こうハグしてさ「一緒会えないのかな?」みたいな「今度会おうね絶対」みたいな結構グイグイで結構明るかったみたな最後ハグした時にさ俺二人ぐらいにさ「一番好きだったから」って言われたの俺二人にもた?「一番かっこいいと思う」とかあそれはゾクゾクするねそれでお別れって言んかそうゾクゾクしたもう一緒会えないああんだそれは俺だったらやばいなそれ言われてたら 俺だったらもうやばいな、なんか映像引っ張り出してきて、うわーって見て、背負うみたいね俺だったら。うん。でも、でもそれはあの中で一番好きってことはまあ、志村さんもいるけど、そういう観点じゃないと秀ヒデさんと志村さんは除いて。俺と山崎と久田さんそう。多分そういうジャンルで、うん。かな。の感覚だと思うんだ。うん,ね、うん。あと俺と山崎だよ。 圧勝で圧,圧勝できるよ圧勝 <laughs> うんでもそんなこと言ってて山崎好きって人多いかんねから番組内で俺と山崎はでもさ山崎好きって人多いけど山崎がじゃあ男として好きかっつったら、うん、桁違いに数減るでしょ減るだろうね <laughs> 山崎が好きだけどもうお前とはその男としてアウトっていう、うん、でも日村さん、うん、え日村さんと山でやったくな一回やったやったやったあのー、その番組内で比べる比べるで俺と山崎を比べるみたいなちょっとしたあれであ もう乾杯よ、俺。<laughs> 山崎人気あるもん。山崎人気ある。うん。うん、誰だったら勝てる難しいなぁ。俺でもね、日村さん実はね、そんなこと言いながら俺ちょっと来てると思うんだよね、今。そのモテ期的なうん。ほんとうん。モテ期というかね、なんかこう、もうね、不細工だなんだを、ちょっとね、ちょっとこう、一周してから、うん、あの、なんつうの そういうもう頂点からのもっとこうなんつうのネクストステージネクストステージに入ってる気がするんだ何なのそのネクストステージってブサイク一周した次のステージって,ってもうさ太ってるとかねブサイクとかが認知されて、うん、要はあのー、なんつうのかなこの前さ俺らあのあれ言っていいの小山スイートのやつ言っていいの スイートのイベントがあったんあの雑誌。雑誌、スイートのね、うん、ファッションショーというかイベント。それで、スイートってさ、今、女の子に一番売れてる雑誌でね。うん、100万部れるんでしょ ?100 万部がつ一回百万部。すごくない、うんね、そんなことないよ。100万部で7、800円すんだから。うん、いくらになるのよ、毎 <laughs> 月。<laughs> まあ、でも、すごいでしょ <laughs> それで、その、まあまあ、そのスイートだけの、なんかこう、ファッションショーみたいなのあって。<う>で、その、 要は応募してきた人だけの要はパーティーって、ね、いうかファッションショープラス国歌手が途中でライブやってそれの司会を俺らにさすあの言われてそれでやってきたんだけど<う>でスイートってあのスイートってなん言い方違うかもしれないけど硬派な雑誌なんだって、うん、いわゆる無駄なのを排除した、うん、なんかそういうのが受けてすごい人気なんだってさ。 今まで紙面上にも男の人はちゃん。とと出ててきたこないんだっで多分イベントの様子とか載せるとバナナマンがしっかりと出る男だって初めてだとか言われてね。っていう時点でもうここに声かかってるっていうのがさだって俺とかさ日村さんとかがさそのファッション誌の一番売れてるイベントの MC を頼まれるってことがもう一個さ。 1個乗っかってるわけじゃないん。じゃないと、呼んでくれないのに。男出たことないって言ってんだから。初に近いんでしょ、俺はって。男として。そうだよ。そこがさ、ね、倍部寛さんが MC ですとかね。例えばね。そういう人がやってんだったら分かるというか、分かんない。倍ひろ、今、安倍ちゃんを出したら、のなんか、安倍寛さん分かる、でも、なんか。でも、なんかこう、そういうノじゃん。うん、わかる。でそこに行ってるのもそうだし、その時にね、来てるお客さんも、日村さんとなんかすげえ盛り上がるし、出てるモデルの子とかも、 最後とかにこう幕閉まってみんなモデルさんと俺ら。そう。<あ>最後幕がさーって消えてくんだよね。そうそう。なんか歩くとこバーって出てみんななんかバーって盛りって。スイートなモデルだよ。そうだよ。うん。ね。それで幕しまった後に日村さんのさ、うん、お腹とか触ったり、すっごい好きなんだよとか、<laughs> もっと太ってねとか。<laughs> もっと太ってね言ってさ。すげえ言うわけ。うん。これってさ、もうさ、ちょっと違くない もう普通のそういうデブだとかブサイクの領域じゃなくなってんじ、うん、確かにそうだね。キャラクターになってんだよ。ああ、うん。で、オースティン・パワーズみたいな感じなんだね。俺さ。だから、なんかダダサいとか、そういうの言われてんのが、ちょっともう時代になって、歴史になって、もうその象徴になってしまったから、もうそこは、OK になったのそっか。うん。 だからそれが一周回って次のステージってことそうそうそうああ。そんな、そう売って考えたら、日村さんはもう、そこら辺のカッコいい男よりも断然モテるんだよね。そうなっちゃってたら。だって、そのモデルさんにさ、そのちょっとファッとか言われるなんて、ないもんね。ちょっとかっコぐらいじゃ。ない。ないうん。ラッキーだと、ほんと、あの時は思っちゃった。うん で、周りに来てるお客さんだってみんな可愛いからね。相手があこ来る人って可愛いもんね。おしゃれに、ねうん、最先端の子だしさ。うん、すんげえ元気みたいな子が客席にもいるんだよね。そう,そう。うん、で、すごい盛り上がってくれたしね。ねああ、そうか。そういうだと。うん ちょっともう敵入ってんのかなだから、ああいうモデルの子とか敏感だから、多分一般の人がその良さに気づくまでにもしかしたら10年、20年かかるかもしれないけど。10年、20年かかっちゃったら、俺もう60歳とかになっちゃうから。20年かかっちゃったら60歳になっちゃうから。ま、別にでもいいけどね。だから、そういうさ、なんつうのもしかしたら、そういうモデルの人とか、ちょっとさ、アートやってる人とか、そういうの早いじゃん。で、日村さんみたいな人と付き合う、付き合いたいとかいう人が出てくるわけよ。そこを逃さず、カッて、やれば、 そうそそううするとモデルと付きもうビンビンのモデルと付き合うことが可能だったり、うん、だって前も話したことあるじゃんこういう話でうん、うん、女からモテるためにどうすればいいかっていう,うん、うん、もう極論というか、うん、もうちょっと逆の発想だけど、うん、いい女と付き合うっていうあとあ<ー>そうすると他の目が。 あの人なんか魅力あんのかってなって思ってちゃうと。うことん。だからすっげえ不細工でもさ、やっぱ男って仕事とかさ、うん、その持ってる何かで、すげえいい女を奥さんとかにした途端に、うん、あれあの人がかっこいいのかみたいになってくる。うん、そっか。うん。そりゃそうだよね。うん、横にいい女がいるもんね。そう。そりゃそうだよ。うん、うん。ねだから、 なないい話じゃないんだよあ嬉しいななそんなに言われるとだからこれってうすう俺ら感づいてたんだよな大倉、うん、日村さんは逆転ホームランができる人かもしれないっていう、うん、俺それのねそうもうだって組んだ当初に言われたよそれそうこれのなんかふわっと思ってたことがなんとなく現実的に見えたっていうか大倉にも言われたし、ね、そういうことなのかっていうのうすうす感じてたんだよ、うん、俺らは多分矢作さんにも言われたもん、うん、俺が信用する頭の3人に言われてんの俺 <laughs> かなり昔から逆転ホームラン打つなら日村さんかなっていうそ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 れは逆転ホームランってただのホームランじゃないっていう逆転もう負けてる状態っていうのがあるんだっていう認識のもとだった逆転ホームランじゃないとね大逆転っていうねああなるほどねもうだって別にさ あの一般の人とか初めて会う人日村だ気持ち悪いとか言うかもしれないけどもう何回も共演してる可愛いさタレントの子なんて日村さんと会っても「うわ気持ち悪い」とかあんま言わないでしょ、うん、あんま言わないでも言うけどね <laughs> 言う人は言うけど、ね、<laughs> 言う人は言うっとマジで言ってるかどうかは知らないけどさ、うん、だから、うん、もうそこは別になんじゃないですかそうかお,ー、うん、おだから設田さんが太れ太れっていう太れというかさ、うん、もっと太った方がキャラクターとしていいよっていうのがさ、うん いまいちまだ自分での掴めてないというのねもう限界じゃんかと思ってんの俺うんもう靴ひもすら結ぶの今マジできつくてあのなんつこう縦膝状態でさこういう状態ね縦膝でがもうきついの今もやちょっとやってみたけどお腹が足ももにぶつかってねそうそうそうもうね座んないとベタってベタ座りしないともう靴ひも結べらんないベタ座りして靴のひも結べばいいんだようんそうなんですそれ見てモデルの女がなんて言うと思う なんて言うかわいいって。あれ、あの靴の紐の縛り方がかわいいって言う。かわいいって言う言うよ。ほっとうん。そっか。うん。苦しい動作は、楽な動作に変えていいんだよ。そっか。あえてそんな格好つけるというか、スッとスマートに箱落とせずに、ブブチャンって座っちゃって、靴の紐も進ねたら、かわいいって言う。 マジでなるかな本当に嬉しいなあるよ設楽さん何で痩せてってるじゃん今なんでなんで痩せてってんのいつまでやるのそのダイエットもうやってないよもう一応目標達成したから基本はやってないあやってないんだ気にしてはいるけどキープねむちゃむちゃ食ったりはしないけどでももう食ってよあそうチョコレートとかも食べてるしああそっかうん ああ、そっか、じゃあ、そっか、そうじゃいうので、<laughs> 可愛いって言われたりするかね、じゃあ今後もしかしたら、そんな感じで頑張っていけば。だってみんな言うじゃん、日村さん、すごい太ったねって。もうみんな言う。ね。あの、<え>うん、みんな言う。いいか悪いか別として、目が行って止まってんだよ。そっか。うん、何も、アイスとか言われるよりも、太ったねって言われてる方が、うん、気にされたってことだもんね。うんうん 本当にあのツンツンツンお腹か触らしてくださいとかたまに来るのはあれほんと嬉しいんだよね、うん、こう触ってるよと思うと冷静にねうん別にチンコの側面触ってんのと変わんないんだもんねだって不日だって腹出してヤスちゃん触ってたでしょヤスちゃん触ってた何の何のあれもなく触るんだよわって,て、うん、そうお腹だからね普通の男がお腹出したって可愛い女の子触りに来ないでしょ来ない俺のは触りに来るでしょ こんな腹このここ触られんのもさおちんちんの横んとこ,こやられんのもあんま変わんないじゃんえ、うん、そういういやごめんそういう考え方があんまなかったんだけど、うん、これとおちんちんの側,側面、うん、そう言われちゃったらそっかと思った、うんうん、えなんか俺全身は今おちんちんって言ったってそういうことじゃなくてね、うんうん だって生の肌だからね手を触るとかまた別だけどお腹とかって触らないほで触られない部分っていう知らない女の子のさお腹が出てたからって触る触らない触った時すごい興奮するしでしょ同じことだそっかじゃあヤスちゃんとかも今日触った時にもしかしたら脳のどっかで意識はないと思う興奮してるとかやらしいからとかそういう意識じゃないけど同じ行為をしてしまってるってことよそっか まあ、あの触られた後のリアクションなんだけどね。うん、よくあるやつが。硬、うん、いんですね。っいう。ちょっとがっかりみたいな。柔らかいと思ってね、みんな。うん、偶然みたいな。そう,そ,うそう。と思われてんのは。それはだから大倉が新聞紙で女作ってセックスしようと思ったら僕。うん <laughs> ガサガサだとがっかりしたのと一緒だよ一緒なのかなでガッカリされてるよねガッカリなの俺ってなんか多分ポニョポニョだと思われてて大倉もそうだったんでしょガサガサしててガサガサしてるイメージなんかないわけだもんね作ってる時はその時はね女ってこういうのかって思いたかったのに紙じゃんかって分かっちゃったんね作った紙だと分かっちゃうんだぎゅうぎゅうに作ったんで普通の新聞紙よりも硬かったです硬かったねでも大倉が偉いのは顔の部分は何で作ったんだっけ風船です風船で作った 柔らかくしたんだよねふたを風船で作った何色の風船だったそれはですね、青ですね青だったのピンクで作るのあの、いいのがなかった青い顔してるんだすごい一生懸命だよね女の子の体の形を新聞で作って顔を風船にして、顔を描いた顔描きました髪の毛回る 髪の毛、あの、髪の毛新聞紙で、なんか、あ、なんだっけ、なんかで作ろうとしたんですよ。多分、ビニール、ビニールテープでしたっけあれをこう切って、ああ、つけて、あの、ボンボン作るような感じですもう随分だね。ちゃんとやってるね。髪大事だもんね、やっぱ女の子ってね、髪長い。週2っていくつ中二の夏ですね。結構でけえじゃねえか、リアルにも。中二って結構でけえじゃん。の夏だからじゃないですかね、やっぱこう、性っていうもの知ってきて。 多感な時期でもうその時ってそのさ作ってさ最終的にどうすんのねそれそれはもう要はセックスがしたいおっしゃるのギューとしたかったしたんだ、ねはい、それで<い>その時興奮したわけでも,でも正直ちょっともう冷静になっちゃいましたよね出来上がった時ぐらいは出来上がる前は興奮してたわけでしょっていうかもう何でもいいからその気分を味わえればいいなちんこ立ってたのその新聞紙ギュってやった時 <laughs> ここ多分立ってなかったでもでも前だってギンギンのちんこ あの、障子に突き刺したのん。<laughs> パン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 ってことか。それは、それは置いといて。収 <laughs> まりがつかなかった。収 <laughs> <た>まりがつかなかった。その後だったの。新聞社の直後に言ってんだ、それは。直後に行ってそれ、パンって捨てた後、ドンってやったわけじゃない。<laughs> パンって捨てた後、ドンってやったわけじゃない。ドンじゃないはい。それはあの、その夏休みの期間の。<laughs> すごいよね。なんか、青春のエピソードがさ、おいしよね。超よかった。いや、いいよ。まあ、恥ずかしいけど、はい、こんなの。うん、でも、 いいよね群馬のあそこでででしょも家では恥ずかしいし見られたらまずいからちょっと離れなの家があったんですよそこの昔の家のところう物置状態になっててえ情上くないあんな素敵なとこでさそれで夏でしょそれしかもセミも鳴いててセミも鳴いてましたうわホ細トな夏って感じすんだよね大倉の家のあそこに設楽さんちもそうだけどさだからベタな夏を味わえるそうじゃないかそう そこでそんなことやってる、ね、ビショビショになりながらビッチョビチョですねクーラーもないんででも隠れてちょっと作んなくちゃうま、ね、い暑、はい、い中いやでもなんか素敵な曲とか合わせたらそれはそれで素敵な映画になりそうなぐらいはね <laughs> なんねえよ <laughs> 無理なの <laughs> そんな自分し女形作って <laughs> もうちょっとなんかサ,サスペンス <laughs> そいつが大人になりましたっつってさ <laughs> 犯罪おかしそうじゃん、うん、でもちゃんとね ちゃんと今やちゃんとしてるのかどうかわかんないけど、うん、性欲はちょっと変な性欲なのかわかんないけどさ <laughs>、うん、でもちゃんといいよなでその発想力だったりものを作ったっていうね これがやっっぱちょっと常人じゃない俺とかやっぱ畳の隙間いっちゃってるあたりがそれも普通じゃないなんかやっぱこの汚いだ、ねね、けどさ, <laughs> そ,のさその話もさ前聞いた時俺衝撃だった俺畳ってのはさいろんなばい菌があるから結構汚いもんだっていうイメージが言われたりしてたし、うん、その隙間に生のチンコを入れるっていうことなんてもうバイキ菌が入るよ。うん 行、ね、ってるよねでもでももうそんな関係なかったんだう,うんそうなかった、うん、親父の部屋の,、うん、あの畳今でも覚えてるからやっぱりこれも歪んでる親父の部屋の畳に行かないでしょ <laughs> スペース入ってたんだよね何このスペース入れてみたいっていう <laughs> 入れてみたいんだよねもうねに <laughs> かくさスペースなくて入ってみたいっていう、ねうん、でもそういうことだよね、うんうん、それいつの話こうこう <laughs> 結構でけえじゃ、ねうん俺は <laughs> <laughs> なんでちょっと待って待って2人とも結構でけえじゃん、ね、<laughs> <laughs> 高校1年だと思うよ俺中3か高1か 1> 結構でか,いうんでかいでかいでかいやってたよね俺はでもその行動にやっぱそのみんなに話せるような面白い行動がないわけ俺はうこ想像あってここの先が 女のそこなん入るのかとかそういう発想すごいあったけどそこから何かっていうのはなかったもう中1でさ友達の真下君っていうのがすげえ精にたけた子だとかいろいろやり方教えてくれたりとかそういう人がいるからいいよね真下君みたいな子がいると俺賃金入るのも遅かったしさ賃金も向けないしさ何なのこの賃金みたいなちょっと嫌だったのよこれが入るっていうことのほうがリアルに考えられないというかさで女にすっご遅かったしうん 大丈夫でいつか日村さんもうできる日 <laughs> りじゃねえわ <laughs>。<laughs> 俺そこからスッと今まで生きてるわけじゃない、えー。ええじゃねえよ。<laughs> 待ってくれよ。こんな強く言うのもあれだけどさ、その頃からさ一歩前進してるよ <laughs>。<laughs> <laughs> 畳から絨毯になった。<laughs> 絨毯になったわけじゃないよ。うん。うんね、そうだよね。それがまあ、そんなの柄さ、こう、対女性に今度はさ、うん、 すごいことだよね。なんかいいことだよ。して付き合ってとかね。うんそうだよね。もう本んにもう。うん。ね。モテキだね。モテキ。モテキいいね。モテキうん。もう一回来ないかなモテキ。そんなすげ良かったのかうんそんなすごかったいややっぱさ、あの、よく言うけどね、僕、小学校の時にね、バレンタインデーの時に、もう、 来ること分かってんだ、ね、よ、自分で。うん、絶対にもらえることは。うん、あと何個来るかっていう感じだから、自分の中では。でやっぱあの定学校帰り後ろ見たら、うん、女の子5人がついてきてて、うん、振り向いたら5人が電柱にさって隠れるみたいな。うん、マジかこれっていうね。うん、あれってやっぱさ、味わえないよね。まあね、もうね。つけてきてんだよ、女の子。だその頃はだって純純愛じゃん、ピュアじゃん。ピュア。 だから好きとかっていうのがもうちょっとす要は拒絶してるわけじゃん、うん、でも女の子の方がちょっとそれはバレンタインでもあるし多分大人になるのが早いから。うん 好きって気持ちを伝えたいとだから男はさ、ひでえやつとか、いらない女の子とか捨てたりとかする。その気持ちで、あ、こんな、そういう好きとか嫌いとか、関係ないよとか、うぜえよとか言いながら、男は男で嬉しくてたまんないじゃん。そんなのないじゃん、今も。もう完全にフルオープンで嬉しいだけじゃん、今も。だから、その頃の思い出とか全容に覚えてるし、なんかそんな経験がないから。そうだね。 話も聞いたことないし未知の世界一住もんねただのねだからだよあそっかどんどんそういうもう無理だもんねもう無理でしょ気持ち悪いでしょ知らない人が5人バレンタインデーの日についてきたらいやまあ知らない人まあそうだねまあ知らない人じゃなかったけどね俺その小学校の時もついてきてるすはでも知ってる人がついてきたら何って言っちゃうでしょ言っちゃう絶対言っちゃうね 何ですかずっとついてきていますけど、<laughs> あなたらしい。天なって隠れてるんですよ、おい、見えてったよ。<laughs> 天中に隠れてると思うんで台無しじゃん。台無しでこんなこと言わなかったでしょ。言わなかった。 もう知ってるけど言わない,でしょいや知ってるけども、はい、はいはいはいみたいなねで今はもうさその時何こう家までついてきちゃったわけでしょそういうまでついてきちゃった郵便受けのドアのあそこからガリガリガリって入って,た入ってきたので日村さん恥ずかしいからガリガリガリって押し返したんでしょししでそ,そして向こうからまたガリガリガリって言ってたでしょそうそう最終的にはもらうんだけどさうん じゃいいわ。こうついてくるとちょっと知ってるぐらいの人がついてきてんのあついてきてんなって何ですかって言わないとするんじゃない言わないバージョンねで家までついちゃったと郵便受けのとこからさチョコがガリガリガリって入ってき怖えでしょすげえ怖い「おい!」っつって「なんでよお前!」っていうでしょほんとだ今やられたら全部「あっほんとだね」そういうふうに言われちゃうとあの頃ってそんなことも全部すっ飛ばして単純に「 そんんななだね食事行きましょうよとかないんだから子供はいきなり付き合ってとか中したいとかそんなのもないチももうちょっと大人じゃないうん分かんないそのぐらいからすうん。でも中学ぐらいになっていくともうチしたいでおっぱいされたいだなってるうねなるねもうそっちの方がぐらいだねだから小一のさっきの子供はすごいね でもあれは分かってないし好きかどうかもなそこまでないからいそこまでないのかな今考えるとっていうのはあるませたこのちょっと大人っぽい上と下たちがいいみたいな、うん、ああそっかうん、うんうん、そうだねうんどうする今やられたらん何を 上と下と違いい三30前後の女の子3人と日村さんがバレンタインに遊んでる、うん、<laughs> ちょっとそこ異常だけどねもうなんかバレンタイン遊んでるって、うん、日村さんモテるからよああそっか一、うん、人ずつ手作,り手作りのチョコレートもらって、うん、それ食べたらチュッてされるわけ、うん、ななんでチュッしたので次の子も入って食べてありがとう、うん、チュッつってえっあれチュッ何でチュッすんのでもう なんでなははは楽しいのそのうちの一人が「ねえねえ」っつって「ちょっとトイレ行こう」つってトイレうんなんでうんまあちょっと行くじゃエッチごっこしようエッジごっこ上と下どっちがいい下これやっぱ下って言っちゃそこでそこで神様が出てくるよね神が出てくるの神が出てくるははいいううんそあの あなたはあれね例あの沼から出てくるような残念でしたとあなたはバッドチョイスをしてしまいましたえバッドチョイスなのかここで上と答えてたらこの先も行けたんですけどあなたはもう大人になったんですねはいあなたには古い古い斧をあげましょう何ていこれ斧出てくんだよって古い斧だったのでも斧落としてませんよこれでも斧は手に入るからね斧は手に入る ビンビンでよその時ビンビンでよチンコもおのもらいながら気をつけてそのおので豚切られちゃんのつまって気をつけてよそうだねああ面白いねでもそんなのもこれからあるかもよ大人ならではの何この感じってああなるほどね不思議な感じあったら面白いねそのこと考えなきゃいけないねその時にねもしこれが 中1だったらどうなんだろうこのまんまみんなが中1になったらどうなんだろうとか考えたらちょっと変わるかもね行動の仕方がね、うん、あのあのチョコがマティーニに変わってるだけっていうさ大人だからさみんなでマティーニを飲んでてね四4人四人自分を含めてそうそうマティーニを飲んでてマティーニを飲んでてさ、うん、でマティーニを飲んでたらちょっと来ちゃうみたいなさ、うん、マティーニを口移しでプキュッてプキュてさ飲ん飲、うん、っていうあれこれがチョコだったかって考えなきゃ <laughs> <laughs> うん だからもう大人になってマテニスに変えたまではいいとしても、うん、口移しでブチブチってのはもうそれがちょっと違う、うん、あっここが違う実際もう出てきちゃうねあはいっつってバッドチョイスあれ,あれ,あれ,あれ早くないっすかっていうよ俺トイレの後でしょっつって <laughs> いやいやバッドチョイスもう聞きま口移しはしたらもうダメですよ <laughs> <laughs> あなた間違えました間違えましたかはいということであなたにはこの古いおのまた古いおの2本目だよ <laughs> <laughs> もうビンビンだだってマジに口ずつしてんのこっちはうんそっかそうだねでもそういうの考えるとさお酒っていうのはさそういうさ大人になって変な大人の嫌な考えをもう麻痺させるための美薬というかさ子供の時の純粋なさ意味わかんないチョコ食わしたらドチューするとかさそういう純粋な 純粋だからこそ荒削りな相手のこのなんかアピールというかそう,、ねうん、そういうことがもう大人になると制御しちゃうのを、うん、その制御を外すために酒っていうのを入れるのかもね。そううだね、うん だマティーニ口薄うしされてたら俺ばっかりマティーニ飲んでることになっちゃうね。向こうは、<laughs> 結局ずっと向こうはさ、何も飲まないみたいな。<laughs> 俺ばっか言わさない,いな。<laughs> なるほどね。俺ばっか酔っらって寝ちゃうっていう。うん。ちょっと、そしたらもういっぱいやられちゃったら、ちょっとマティーニって言ってない。あ、<laughs> 言わねえぞ。<laughs> おい。<laughs> 行くね。<laughs> 行くねえ。ちょっとマティーニって言うの出てるけどね。<laughs> ベロベロねうん、ベロベロだし。言っちゃうでしょ。ちょっとマティーニ。<laughs> うん。 いないよ、その頃もその子たちは。騙したも俺のこと。金とか全部取られてるよう <laughs> 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 ああ、そういうことか。そういうことかっていうさ、<ー>昔話みたいな話になりそうだよ、ね。なるほどね。うん、ああ、上と下どっちがいいって,て。うん、そうそうそう。うん、うん したじゃあ日村君も下脱いでっつって「えこれも脱ぐの面倒くさいから上も脱いで」っつって「上も脱ぐのじゃあ全然裸になっちゃうよこれうん、はいはいそしたらもうじゃあ目つぶってて酔っ払っても来てるしうんそのまま寝ちゃうんうん、寝ちゃう目覚ますだけ はあ、そしたら声だめに使ってるわけ。もう超声なんてでも超昔話じゃん。<laughs> どうやって連れてこないとけ <laughs> そしたら農民がやってきて、うん、ああ、旦那さんっ,っ <laughs> だ誰ですか,あ,かあー